こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。スターホースポケットプラス。はい、今回はカタロ日没引退レース SWBC をやっていきたいと思います。前走 WBC ターフで勝ちましたね。結構強い勝ち方でした。 SWBC も面白い結果になるんじゃないかなと思っております。492キロだよな。理想が体重488キロだよな。いらないや。いい感じですね。ん？何？特別な会話？もう全くだ。これすると重くなっちゃうんだよな。でも使おう。女性の部体重ですね。何かご用でしょうか。プラス2キロになっちゃってるけど。これでいいかもしれない。吉富騎手に任せます。今すぐ観戦できるんですね、この SWBC も。観戦チケットかなり余っちゃってるので使っちゃいます。さあ、ここまでの成果を見せろ。 SWBC です。3枚使うんですね。行きましょう。一番人気ですね。お、一番人気。 SWBC で一番人気とは、かなり素質ある馬だったけど完成度がなかなかなかったんですね。さあ他ですね、当然 WBC を取っている馬ばっかりなんで、そういう馬ばっかりですね。2番人気は2番人気結構差があるな。 5.8 倍。リゲルインパクト、なんと三大思想を押しのけて堂々の1番人気です。初めてですね、 SWBC では。多分これは負けられませんねっていうことで、これは結構楽しみかな。結構 SWBC 行くと前に行かないと厳しかったと思うんで、ここはチャンスかもしれません。では行ってみましょう。カタロ日没引退レース SWBC です。久しぶりですね、 SWBC 自体は。少なくても、まともな状態で SWBC に、勝負できる状態で SWBC に挑むのは、ほんと久しぶりです。ダーレアラビアン。三大思想が出てきて、スーパー WBC、SWBC の発想です。さあ、緊張の一瞬が近づいてまいります。自らの思想を超えるとき、その目には何が映るんでしょうか。世界一の称号を目指して、スーパーワールドブリーダーズカップ、まずまずのスタートかと思います。先頭に立つのは何か。オルコックアラビアンがかわしていきました。エクリプスが追いかけます。2番カタロ日没、好位置をマークしました。そしてもう1頭、9番ゴドルフィンバルブ、それからシュガーレジェンド、その外からは10番テロド、マッジェム、それから東海帝王、そしてその後ろから1番ダーレアラビアン、外を通ってリゲルインパクト、それから離されまして8番アナエトワール、7番マイアリーターク。場内がどよめいている、場内がどよめいています。先頭行くオルコックアラビアン大きくリード、あとはずっと下がって、これが4番エクリプス、
ここにいた刀の日没、堂々たる一番人気、注目の的であります。その後ろでやりましょうか。9番ゴドルフィンバルブ、そして5番手に10番エロド、それからもう1頭シュガーレジェンドマッジェム、外から1頭を回転用、その後ろ3馬身くらいあって1番ダーレーアラビアン、世界最高の栄誉まであと 400m を切りました。まだ追い込かみは頑張っている。そのまま逃げ切ってしまうのか。エプリプス懸命に追う。2番手に外からは旗の日没、まだ来てない。オルコックアラビアンが抜け出した。ちょっと待って、これオルコックアラビアンが逃げ切る。このまま最後まで行ってしまうのか。これやばい、パーサレル。2番手ワイヤリーターク懸命に追った。これは半シーレースになりました。旗の日没が3番手一着。ワイヤリーターク、ワイヤリータークか。やられました。勝負服、あ、ちょっとやっぱり前のトライアル時間がかかりすぎた。11番、3着、2番以上のように確定しました。なのでバイアリータークと東海帝王に丸ごと刺されましたね。誰も始祖超えられなかったのか。レースを終えた馬が戻ってきました。あ、連投っていうのはやっぱり響いたかもしれないですね。イベント開催中です。もっといい状態、できればいい馬体重で出してあげたかったかもです。イベント開催中です。ということで名残惜しいですが引退しましょう。登録する。小倉でしょうかね。いや、海外だこれ。初めて見る背景だな。ということで文句なしの殿堂入り。獲得賞金も32,800枚と3万枚を超えましたね。ご用でしょうか。障害成績はこのような成績になりました。連帯外したのは最後の SWBC だけで本当安定してましたね。芝ダート両方ともいけるっていう感じでしたね。全部1番人気なんですよね。2番人気以下になったことがない。結構血統的背景があるんでしょうね。結果15戦11勝でした。ということでちょっと短いですが今回はここまでとしたいと思います。近いですね。この方の日没に牝馬をつが牝馬にたれつけいたします。果たしてどんな感じになるんでしょうか。次の世代もお楽しみに。そしてよろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。このスターホースポケットので遊んだ記録プレイリストにURL 載せております。プレイリスト説明欄に URL 載せております。よろしければ見ていただければと思います。またブログツイッターやっております。こちらも説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。
何かご用でしょうか。